今回は、ネットの誹謗中傷が辛すぎてニートを辞めたいと謎の愚痴をこぼす、一致の話を紹介するよ。ほう、ニートはい。ニートすら辞めたくなってしまう。ああもうやだな。会社もダメだけどニートもダメだ。ワイはどうしたらいいんや。ニートってかなり適性が必要だからな。もう飽きたのか？飽きたんじゃないんだよな。もう疲れたんだよ。何もやることがないから一日中スレに張り付いてんだけどさ。お前ら、人のことを叩きすぎだぞ。なんでそんなに誹謗中傷ばっかり繰り返すんだよ。途中まではムキになって言い返してたけど、なんかもう疲れたよパトラッシュ。そのまま永眠しとけよ。これだからニートなんだろうな。会社が嫌になって辞めたのにネットでも居場所がないとか。もうどうしたらいいかわからんのだが、もうちょっと優しくしてくれメンス。なんでクソニートに俺たちが優しくしなきゃいけないんだよ。っていうかマジレスするトイッチを叩いてんのもニートじゃね。確かに、いつの時間帯の話か知らんけどこんな時間にはニートしかいないからな。ソースはワイ？ニートにもボコボコにされるニートはロタ。なんだよ、お前もニートなのか？じゃあワイに優しくしてくれてもいいだろ。お前、いつからニートしてんだよ。一日中ネットに張り付いてんのにスレでも配送してんのか？こりゃ社会復帰は無理だな、ワイも無理だけど。5チャンネルに癒しを求めちゃダメだろ。優しくして欲しかったらカウンセリングにでも行ってきたら？外には行きたくないんを、ここで優しくして欲しいんだよ。無理だな。なんでネットに優しさなんか求めてんだよ。しかもここは5チャンネルだぞ。こんなんだからいつも叩かれてんじゃないのか？じゃあニートも5チャンネルもやめればいいだろ。なんで働かないんだよ。5チャンネルでもこれなんだぞ。Y が働けるわけないし。でも昨日、別のスレでかなり叩かれて、もう全部嫌になったんを。別に Y が喧嘩売ったわけじゃないんやで。それなのにめちゃくちゃ叩かれてさ。あんなの人格否定やろ。もう嫌や、5チャンネルも辛すぎてニート辞めたい。で5チャンネルを辞めてお前に何が残るんだよ。働けもしない奴がニート辞めたいとか意味がわからないんだが。ちなみに一致は何歳？34歳や。あ、ニートは34歳までだから来年にはニートを辞めて無職になれるぞ。何もしなくても解決できてよかったな。解散。そういうのが優しくないんだよな。もっとなんかないんか？ないな。とりあえず働けていき。34歳でこんなんじゃ働けないだろ。このまま無職まっしぐら。ワイも34歳のニートやけど、5チャンネルでワイキーキしとるで。どんぐりの背比べでわろた。で、イッチはどうしたいんだよ。働きたくない、ニートもしたくない、暇だけど5チャンネルは叩かれるから嫌だ。全部から逃げる気なんか？じゃあ丸寝よって思うよな。親もそろそろ定年だろうしさ。そういうのを言われると疲れるんだよな。ニートすれ立てるといつもこれだよ。親が丸んだらどうとか、働けとかなんとかさ。そんなの自分でもわかってるし、だから焦ってすれ立てしてんだろ。昼間だからニートが多いならもっと優しくしてほしいんを。なんだ？かまってちゃんか？ワイはちゃんと将来のこと考えとるで。親が丸ぬまでは楽しいニート生活を送って、その後は別に丸んでも良いと思っとる。とにかく今が楽しければいいんやで。誹謗中傷が嫌とか言いながら、どうせ一人で一日過ごすのも寂しいから明日もすれ立てするんやろ？むしろ叩かないと寂しがるくせに。たまに自分からわざと炎上させてるニートもいるからな。ワイのことか？ニート適性もないとか終わってんな。結局また叩いてくるだけなのか。マジで辛いな。それなら外に出てみたらどうだ？ニートにとっては外の方が危険がいっぱいだぞ。どう考えても甘えだよな。親には働けとか言われんのか？あったら何言われるかわからんから極力顔を合わせんようにしてる。そういうとこやぞ。結局何もかもから逃げてるんだな。こや仕事も5チャンネルも無理だわ。マジでロープ用意した方がいいぞ。コミュ障ニートの愛も、5チャンネルだけでは輝けるというのに。小学生からやり直してこいよ。クソニートはこれだからな。親が丸んでも生子はやめろよ。イッチみたいなクソは養いたくないんじゃ。誰も優しい言葉をかけてなくてわろた。ニート同士でなんで助け合ったり優しくし合えないんだよ。イッチみたいなのとは一緒にされたくないからな。ニート同士で争っててマジで草。大学生の愛、高みの見物。結局、明日もイッチはすれ立てしてるんだろ？まあ5チャンネルはやめられんだろうな。イッチは明日もすれ立てするんだろ？引き続き、ニート関連のすれを紹介するよ。社畜、やったー、10連休だー、Y ニート、3000、社畜、社畜、今なんて？ Y ニート、3000、社畜、どういう意味ですか？ Y ニート、3000連休、社畜、嘘だー、絶望しながら出社。ほんま社畜って自分で人生辛くしてるよな。
働かなくても人生余裕やで。50、60代で同じことが言えるかな。この手の論法持ち出してくるやつおるけど、年寄りになってからの人生のために若い時の人生浪費するの無駄よな。こういうレスを4年前に見て、あ、わい今何やってんやろ、毎日辛い辛い言いながら仕事してバカみたい。ってなって仕事辞めて今ニートしてるけど、ニートはニートで不安になるのほんまジレンマ。まあ大地が勝ったんか。ちなわいは2000連休に突入するで。3000連休終わった後は働くんか。永久休暇もらったんや。ワイシャツくなく働いてるからこそ価値があるから。労働がないならそれは休みではないやろ。絶望的で草。スペシャルユニコーン3000フィーバー。これ10連休すると明けに出るの嫌なるから2日目と6日目普通に出るわ。1日頑張って3連休が2連続しかもその後また1日出れば土日とかいう最高ウィークや。社畜志向やん。連休中他の支店が活動するけど応援行きませんか、言われたの全部蹴ったから社畜やないで。はあ、他現場の応援なんか連休潰していくわけねえだろバーカ。資産家ならまだしも、何もすることなくただ一生終えるってそれ意味ある？何もしないわけないやろさすがに。今時娯楽とかネット使えたら余裕だろ。結婚を完全に諦めるならそういう生き方もありかもな。10連休、2日平日やろ。社会人役か？わい、66兆2000億。4月請求とかいう新仕様のせいで休めないんだよな。何もかんもガラッと変わるから準備のために休日出勤や。なお平日はしれっと定時退社。自宅警備員の仕事すらしてないんか。わい、4000。救急救出救急救出救急。連休って仕事ある合間の休みを連休って言ってるだけであって、ずっと休みのやつは連休でもなんでもないやろ。仕事するまでは連休だろ。仕事せえへんやんけ。8年くらいならまあ。300連休したことあるけど精神が壊れそうになって就職したわ。何年も連休できるやつのメンタル強すぎやろ。ニートってぬらり論だよな。頭でっかちで勝手に家に住み着いてるし。一生独身でいいならニートでもええんやないか。世間体全く気にしないなら最高だろ。ワイガチで7年以上ニート生活送っとるで。もうこの生活に慣れて自分が社会からフェードアウトした脱落者って意識がないわ。学生時代サボって不登校したらやべって思ってたのにな。バズの声で再生されたわ。ワイも充電期間はあったけど、結局働いてないと酒も肉も女も全然旨味感じないからな。なんやかんや世の中ようできてるよ。そうやって洗脳されてるだけやろ。ニートだけど肉と酒うまいんを。じいさんたちが帰ってもやることないでしょ。がもう時代錯誤なんよな。一人でやる趣味とか今時溢れてるんやからさ。引きこもり脱出の平均年数が9年やからな。一旦そのレッテル貼られると年くうまでいねん。その扱いから脱出できないんやな。脱出できてるならええやん。脱出できないんじゃない。無職のまま逃げ切ったのだ。働くために生きるとか人生つまらなすぎだろ。ニートやくすぎやろ。ニートは常に誰かに何かに追われてる感覚があるんや。休日の気分とは全然ちゃうんや。お前はセンスなしニート。そんなセンスいらんご。職歴なしニートってよほど資産家やないと自由に使える金なくてつまらんで。結局必要なのは適度な金と適度な休みやんな。どっちかがありすぎるのは困らんけど、なさすぎるのは困る。400連休くらいで飽きたわ。趣味が多すぎてマジで時間足りんわ。ワイ今後働く予定ないから9000連休くらいあるわ。ガチで羨ましい。早期退職してワイもニートになるんや。何年目なんそれ。休日いくらあっても足りない。社畜だからそう思うのかね。いざ急に1ヶ月とか休みになっても、それはそれで暇やないか。それぐらいだと趣味だけでなく、普段やってないこともチャレンジしたくなると思う。化石採取とか子供の頃やりたくてもできなかったこと。ワイは8日だけはワクチン接種で休みもぎ取るで。ニートって休んでる感覚なんやな。隣の川10連休、ワイのチームは明日も来週の月とかも仕事。ブラックっつうのは企業やなくてチーム単位で考えるべきや。中日に有給取れるとかホワイトかよ。桁違いすぎる。新卒ワイ、丸ぬほど羨ましい。ワイも今1500連休ちょいくらいや。ついさっきパッパに、やっぱり少しずつでも自分からムーブ起こさんとあかんで、何も変わらんからな。って軽く諭すように言われたけど、もうワイのスクラップになったこの頭じゃ何も考えられないんだ。毎日が宿題終わらせてない夏休み最終日状態やし、相当面の皮厚くないと楽しめんやろ。ワイは150連休しとるわ。連休はやめとけおじさん。有給使って大型連休取ると、休み明けマジできついから大型連休はやめとけ。コンスタントに休みを取れ。ワイのニート時代はゴールデンウィーク期間中は罪悪感が多少和らいだ。ニート歴半年や。最近まで入院してたしセーフやと思ってる。これ、今は感染症言い訳できるから余裕。
5月2日に中国から納品ありそうだから出勤。4年前の3月31日付で退職したから、残り20年生きるとしてあと7300連休だわ。未だに暇を持て余す。1年無職するのに必要な貯金150万円。10年だと1500万円。22歳から82歳まで逃げ切るには、医療費含めて1億円は必要。実家暮らしにしろバカ。とっくに丸んでる。ジョジョ一気読みするわ。年中休みとかやることなくなりそう。働いててもいざ休み入ったら何しようか迷うのに。頭のどこかに危機感と絶望抱えながら休むのはきついわ。センスなし。土曜も月曜も金曜も働く人おるやろ。ワイは金曜有給取ったけど。わかる。ワイも8年くらいニートしてたから連休のありがたみとかあんま感じんわ。言うて金ないニートは暇すぎて辛いやろ。ワイ浪人時代、マジで家に居すぎて頭おかしくなりそうやったし、大学入学後もコロナでオンラインになったけど同じく頭おかしくなりそうやったわ。家にずっといていかれないの、才能やと思う。すでに行かれてるからずっと家に入れるんやろ。社畜が10連休も取れるわけないやろ。ガチニートやわこいつ。正社員フリーター派遣ニートのうち、世間体がまともなのが正社員しかないの辛いわ。もっとちょうどいい働き方したい。じゃあ自営業で。社畜どもよ。上で待ってるで。3000連休は本当に羨ましいことなんかな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方27歳は早速専門学校辞めたくなる。27歳なのはええんやけど、元ニートが毎日起きるの辛いわ。おまけに課題とか出されるし。いや27歳は良くないやろ。まあ友達的な意味でみんな気にしてないからええやと。人生舐めてない？牛島くんとか好きそう。大学も中退したし何にならなれるんや。ワイも25歳で看護行ったわ。もう辞めたいけど。似たような知り合いおったわ。大学留年して、卒業したと思ったらブラック営業で速攻で辞めてなぜか看護学校行ったやつ。3年耐えて精神科単科の病院に行こうや。知り合いから聞いたけど、単科精神科のところはろくな診療してないらしいわな。せやで。毎日楽な仕事して給料もらえるし、自分の時間も多いぞ。周りの看護師はどこ行っても大変そうでかわいそうだけど、まあそういうところもあるんやろうな。義理県なのもあって一般の病院はしんどすぎて、3年で精神科病院に転職したら世界が変わったわ。義理県には辛いわな。なんか感染症で人減ってブラックさが際立ってきたらしいし、うちの看護師かわいそうすぎやろ。派遣されてこいよ。精神科ナースなん。今回復期ですらまともに働けないから楽なところに行きたい。勉強とか技術身につけるとかクソほど興味ないし。せやでまだ半年やけど、前職場の夜勤しんどすぎて最後やってなかったけど、今は月5回入って休日にバイト入れられるくらいには精神が安定してる。まあ専門とか大学は年齢関係ないけど、27歳はヤバいやろ。わい29歳でやっと新卒やわ。今まで何してたんや。親は泣いてるやろ。親はやっとニート辞める気になったと喜んでるし、辞められへんな。早くゴールデンウィーク来ねえかな。同級生がかわいそう。頑張ってるやん。大学の方がええで。転職する際に違ってくる。通信代にしとけや。ワイも元ニートからの専門学校人生再起組や。看護はおすすめせん。とろくて奉仕の精神ないやつはストレスでしかない。そんなん言ってたらバイトすら無理やろ。なら早い時間に寝ろ。ぶっ潰すぞ。ニート期間何してたんや。ワイも今ニートなんやけど、いまいち満喫できていないんや。ゲームと絵を描いてた。マルンダような薬飲んで生活してた。薬で精神系のやつ？メンタル参ってたらニート期間楽しくなさそうやな。通信制行けよ。勉強するために入るんやろが。看護はやめとけ。高齢者の顔見るだけで腹立つ。2年引きこもりだったけどほんと辛い。ちょうどコロナ禍始まってから引きこもりだから話題が合わない。大学中退からの専門って何のギャグや。そもそも辞めた時点で自丸未遂で精神科やったんや。専門学校でもいいや思考になった。やり直せるなら看護なんていかんわ。大原で簿記の資格取って事務とか経理目指す。簿記とか2級まで計6000円くらいの参考書と3ヶ月で取れるぞ。ワイと同年齢でまともに働いてないのおるんか。数年間何やってきたんや。何歳なら平均やぞ。ワイと同い年やん。ワイも今年から専門学校通い出したぜ。ようやっとるやん。ワイは衛生士や。仕事場の周りの衛生士可愛い子多くて草生える。ワイちゃんも今ハーレムや。ワイは衛生士じゃないけどな。ほなワイ、37歳やけど定時制高校通っていいか。学ぶことに年なんて関係ないやろ。おじいちゃんとかおるで。ええやろ。そういう人ってやっぱり一人っ子。兄は有能や。ワイもお兄ちゃんが優秀や。お前早生まれか。せや。公務員予備校が1年コースで40万しないのに数百万の専門行くやつさ。いつまで勉強から逃げるんや。公務員予備校で学べないことやからやろ。
ほならね、定時制高校通ってみたいわ、ワイも。今中卒なら入れるけど、すでに高卒なら無理や。ええな。ワイも親の金で学生時代に戻りたいわ。一生歯科衛生士とかできるかいな。職歴あるならいいけど、ないなら29歳新卒とかどこが取るんや。年齢はあまり関係ない職種や。隠してるけど。何の専門家によるやろな。技術とか資格が身について就職で有利になるんやったらしがみつくしかない。なんか変な趣味みたいなもんやったらはよやめや。Y も元ニート学生やけど、グループワークとかで明らかに Y だけ能力低くて悲しくなる。かたくなに伏せてるあたりプロゲーマーの専門とかそんなんやろ。あたりか惜しい。というか、エブ系や。ええやんけ。ならしがみつけよ。お前の人生最後のチャンスだぞ。こっから逆転するんやで、頑張れ。専門学校ってガチなとこは下手なブラック企業より忙しいらしいな。医療系？ Y が聞いたのは商業系やったで。なんたらボキやらなんやら。ソースは何 J やけどな。毎日起きるの辛いわ。課題とか出されるし。ぶん殴りてえわこいつ。Y も23歳で専門行ったわ。でも資格は取れなかったし、新卒カードもらい200万払っただけやったわ。しかも中小。よくやってる方だろ。Y は20歳やでー。年齢で余裕がち。ええんやで。30歳までならいくらでも若手雇用で口はあるんや。Y の時おじいちゃんおったぞ。平気平気。結局泣きながら頑張るしかないよな。皆口に付き合ってくれてありがとう。歯を食いしばって頑張れや。Y はクレープ屋を始めたいんやけど、調理師学校行った方がええんやろか。ネットで調べたらパンとかケーキみたいな資格が必要って載ってるところが一部あったんやけど、ほんまに必要なんやろか。儲かるんか。全く儲からんらしい。Y の夢や。食品衛生責任者の講習受けとけばいいんじゃねえかな。調理師免許やら何やらまではいらんはず。キッチンカーやったら調理師免許いらんぞ。食品衛生責任者の資格持ってやい。これは小学生でも受かるレベルのやつや。店舗でやる場合は資格必要なんやろか。むしろ偉いやん。ニートはニートを抜け出そうとするやつがいると足を引っ張るからな。頑張れエッチ。学生時代からすっとろいから教員に精神科めっちゃ勧められたわ。何も身につかんと思って新卒ではいかんかったが。ワイもモード学園とかに憧れたことあるわ。クリエイターになりてんごね。逆転できるぞ、頑張れ。イッチがなんとか踏ん張れるといいな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート生活から脱出したけど質問ある？何でもどうぞ。どうやって辞めたの？就活した。仕事は？歴は？今働いてる。だいたい7年ほど。給料は？クロス使ってる？手取りで20万いかないくらい。たまに。最近講習に悩んでる。大卒？何系？大卒。文系。面接でニート期間はどうごまかした？大卒でニート7年って30歳手前だよね。引き換ないの？バイト期間引き伸ばしたのと、資格の勉強してました。大嘘。なかったね、30歳超えてるけど。とりあえずおめでとう。どんな仕事してるの？ありがとう。栄養かな。外回りみたいなんじゃないけど。自丸長と身長と遺言は？18センチ、170センチ。まだ丸見たくない。見え張るなよ。朝から仕事？早起き辛くない？だいたい真面目に生きようと思ったら、突然の事故丸とかあるからやめた方がいいかもしれん。慣れるまでだいたい2ヶ月くらいは辛かった。職場が家から近いので割とゆったり出勤できる。別に真面目に生きてるつもりはない。むしろ今もダラダラ生きてる。リスカ経験とかある？くっ、18センチとか羨ましい。ない。自傷行為とか怖くてできん。若気の至りで首吊ったことはある。おっ、マルジやぞ。どうやってその職見つけた？どうせ引きこもりじゃない、アグレッシブニートだったんだろ。羨ましい。ハロは、1年で家から出るの数回とかそういうレベル。友達もほとんど疎遠になったし、四六時中ゲームしてた。働かなくてもいいってくらいの大金手に入れたら何する？ブラックオアホワイト？旅行かな。2チャンネル基準で行くなら 100% ブラック。やっぱニートだからブラックしか受からなかったの？アニメ見ない？そもそもそんなホワイトな職場目指してなかったよ。30代だし職歴なかったし、たまに見る。日常系とかはつまんないから嫌い。ずっと旅行し続けるの？一時的な活動じゃなくて丸沼で毎日どんなことし続けたいか聞いてるんだけど。年間休日は？お丸にしてうまいもん食って、お金稼げそうな何かを探すかな。年休は105日くらい。そっから有給10日ほど。金稼がなくても生きていけるのにお金儲けしたいの？一応直近の1年は資格勉強でごまかしたから、結局経理にニートバレたけどもう入ったもん勝ちよ。笑ってごまかしたわ。そうだね。金に余裕できたら逆に何か自分で大きく稼ぎたくなるんじゃないかな。そっか。ならしばらくはニートに戻らなくて大丈夫そうだね。
だってあなたは生きるためのお金を稼ぐ手段というより、人と関わりたいって願望を叶える手段として今の仕事を見てるから。働きたくないっていう人は大抵人と関わりたいって思ってない人たちだから。最初に糸で一度は脱却して働いたが、働くの嫌になって逃げるように辞めてまた実家帰ってニート、なおもう働く気は起きない模様。いつこっち側に戻ってくる予定なん？俺もよくいろんなことから逃げてる。今のところ戻る予定はない。今の職場居心地いいし金使える生活はやっぱいいわ。怒涛の質問すれになってる。みんな気にしすぎじゃないか？無理しない程度に頑張れ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートだけど親と絶縁したった。もうお前なんか毒親だ。私は一人で生きていくんだ。こんな家出ていく。お前とは縁を切る。って大喧嘩しちまった。終わりじゃん。どうしよう。おめでとう。どうなるんだこれから。水飲めないと3日で丸ぬらしいぞ。3日以内に仲直りしろ。いや、もうマジで自立するわ。いい加減親の言いなりは疲れた。今までありがとな。具体的にどの辺が毒親なの？過保護、過干渉、教育ママ。ニートなのに干渉するなとは？かっこいいじゃないか。これから本当の人生が始まるな。そうだな。やっと自由だ。おめでとう。親の言いなりな人生から脱却できるし、自立しなきゃ人生終わりになるし、でいいことずくめじゃん。そうだよな。遅かれ早かれこうしなきゃいけなかったんだよな。金持ってんの？貯金50万。気が触れて変な事件起こすなよ。電車に飛び出すのもやめろ。とにかく人様に迷惑はかけんでくれ。大丈夫大丈夫。やったじゃん、ニートご卒業。いい機会だったんかもしれん。とりあえず直近の部屋と金は？寝カフェとかか？住むところないんじゃろくに就職できないよ。覚悟なんて当てになるかよ。土日寝カフェで月曜日に役所に駆け込むのが生存ルートかな。とりあえずナマポ欲しい。ナマポ取るにも住所いるからな。今のお前はホームレスと一緒だぞ。最近は寝カフェも住民票取れるんじゃないっけ？ググったけど厳しそうだぞ。そもそも覚悟を決められるだけの精神力があれば、もともとニートなんかならんのだが、自分のことか信しすぎ。なんで喧嘩したの？いつものように親がこの求人どう？って話をしつこくしてきて拒否。大喧嘩に発展。お互いの不満や思ってることを全てぶちまけ合う。もう分かり合えねえなってことで絶縁確定。おめでとう。ところで壺買わない？やるやんけ。俺も似たような親でクソ嫌だったから。大学からずっと一人暮らししてるわ。つうか、ナマポは欲しいって言ってるけど、どうやって認定されるのか知ってるのか？どの程度の知識なのか言ってみろ。ニートだったんなら時間はたっぷりあっただろ？一人暮らし。貯金10万以下。働けない事情がある。とかか？とりあえず条件に当てはまって生活に困窮してたら申請は割と簡単に通るらしい。ナマポはそんなに身勝手に取れないぞ。まず頼る親戚類全てに扶養できるか聞いて回る必要がある。親がダメならおじおばとかな。まあそもそも個人的問題で親がダメな時点で支給されない可能性は高かったりする。なんですぐ出てかないんだ？眠いからだよ。そんだけ単価つっといて一晩しっかり寝るとかダサすぎだろ。親にもなんだどうせ口だけかって思われてるぞ。何歳？24。働かないなら求職者支援訓練行けよ。とりあえず働く前に家だな。一致を止めてやるもさはおらへんか？住み込みの新聞配達とか。とりあえず住み込みで働くしかないか。今時住み込みなんてあるんかな？職歴ないんしょ？大学時代にバイト経験ならある。派遣やれ。週払いとかあるだろ。まだ家にいんの？ちなみに在宅 SES で未経験とかガチで最低限の労働だぞあいつらは。だって誰も教育できずに放置するしかないからな。家で寝てるだけで金入ってくるよ。勇者だな。資格取って専門職が長期的に見ると一番楽だし給料もいいよ。若い頃は仕事にやりがいとか求めないだろうけど、誰でもできる仕事を毎日すると精神ぶっ壊れるから。何の資格だよ。土曜日ハロは空いてるん？俺もニートだ。よろしく。まあ家にいる方が幸せだとは思うよ。いい機会だから一人で稼いで生活してみるといいよ。親の苦労がわかるだろうし、わからなくても一人で幸せだと感じるのならばそれはそれで誰も困らないし親も嬉しいだろう。どうせ寝て起きたらまだ出ていかなくていいやってなるんだろうけど。もちろんスマホは実家に置いてこいよ。それが自立だ。社会舐めすぎだろ。親が親なら子も子。社会舐めすぎだろって言うけど社会って言うほど大したことねえよ。クソバカでも3800万円貯金してるやつもいるし、社会ってのは持たざる者とグズとバカには厳しくて、持てる者と合理的なやつと努力家には優しいんだよ。貧乏でクズでバカなこいつにとって社会は恐ろしく厳しい。あんまり丸めるから親に謝りに行ってそう。ほとんどの人は一般的な意見を言ってるだけで丸めなんてしてないぞ。
自分の考えが甘すぎってのを実感できるだけの脳みそがあるなら、今頃は親に土下座でもしてるんだろうけど、それかプライドだけは一丁前ならそのまま出ていくんじゃね。まあ俺も言われてることは全部事実に思えるけど、せっかくバイトだのなんだのしようとしてたのに、現実知る前に現場維持に戻っちゃったじゃん。正社員は嫌だ、バイトすればいいや。バイト無理なら生子もらえばいいや。こんなバカは現実知ったところでごめんなさいって実家に戻るのがオチ。大学行ってたみたいだけど F ランだろうし、それもちゃんと卒業できたのかすら怪しい。で、実家に戻ってもしばらくしたら、やっぱり親の言いなりにはなりたくないしか保護すぎてや。前回は現実知らなかったから失敗しただけで今回は大丈夫。とかよくわからん自信と根拠を持って同じことをやるだろうな。そもそも親が嫌いな人間はみんな早く巣立ってけばいいだけの話だからな。それができず文句言ってる人間は何やってもダメ。まあ俺もニートにはなってないけど似てる境遇だったから、この自由な暮らしを教えてやりたかったのはあるんだけどな。あなたは自由は自己責任で何かするにも自分で行動する前提で成り立ってるのをわかってる。一致はそれがわかってないし甘く見すぎてる。この違いは大きいよ。自分の人生なのに当事者意識が欠如してるバカな人間にそれを勧めるのは逆効果だよ。よかったじゃん。ニート辞めるいい機会できて。生活保護？変えるのが目に見えてる。ごくつぶし減ってよかったわ。で、一致はまだいいか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。わい親と大喧嘩ニート、出て行こうとしたら泣きながら引き止められる。やっぱり出て行かんことにするわ。必要な存在なんやね。強依存やな。毒になる親。一生苦しむ子供。強依存、ほんと怖いよな。一緒に沼に浸かって、抜け出せない感じよな。わかる。わいも今回こそは出て行って自立したる思ったんやけど、マッマに泣かれたら無理やったわ。出て行け。もうちょっとおることにしたわ。家に必要な存在なんや。普段仲はええんよな。就職のことになったら大喧嘩なるんや。いや働けや。ワイもマッマも号泣や。外に出したらヤバいと親も悟ったんや。一致の勝ちやね。心配やから頼むから追ってくれ言われた。一緒に今後のこと考えようって。思わずワイも泣いた。今後について話し合い中や。資格取って自立できるよう頑張ろうね言われとるわ。こんな社会経験のないカスを外に出したらどんな犯罪しでかすかわからんからな。いや、わい常識人やで。骨の髄までしゃぶり尽くしたれ。そのうちまた行ってくるようになるぞ。その時にどうするか今のうちに考えとけ。親が悪いよな結局。出てったらそれはそういう自立の形やねん。ほんまそれ？親が悪いんや。いや客観的には親が悪いという話であってだな。それをお前が言うのは違うんよ。うちも泣きながら止められるわ。無理やり叩き出す絵も多いって聞くんやけど。まず資格取って自立が現実的じゃなくてくさ。素直に非正規でどこでも就職しろよ。非正規なんかで生きていけるわけないやろって怒られたわ。どう考えてもニートよりはマシなのにな。お前の親バカやから出てった方がええかもしれんよ。非正規で苦しい生活をするのがマッマは耐えれんらしい。ドカタやれ。ドカタは無理やろ。契約延長勝ち取ったな。叩き出せばまともになるとか幻想やしな。そりゃ外で犯罪起こされる可能性あるしな。ワイ子同時ゴミクズも今朝親と喧嘩したわ。仕事で外出るからマスクするためにマスクが入ってるボックスから取って、その蓋を開けっぱなしだっただけでクソほど怒られたわ。時間ないのにうるせえんだよボケが。一致いくつなん？24やね。30までバイト経験すらないとほんまにヤバいで、将来生活保護になるつもりならええけど、いつかは働きたいならバイトはした方がいい。バイトは経験あるで。出ていくっていう突拍子もないことは通らんのや。とりあえず週2バイトでも何でも始めて、あっこいつ働けるんやってならんと無理やで。パッパは無関心パッパや。仕事人間や。典型的なニートを作り出す過程やんけ。昨日それ言ってやったわ。マッマブチギレ。ワイもブチギレ。24なら全然いけるじゃねえか。手遅れになる前にさっさと行動しろバカ。ええな。そのマッマ相当頭弱そうや。閉まる沼で利用したれ。定年退職したパッパに一致は捨てられそう。自分の思い通りにならんと発狂する親とかマジでヤバいやん。やっぱ逃げた方がええで。マッマは専業主婦か？父親大企業役員、母親公務員やね。もうお前働かなくていいよ。丸沼で母親と仲良く暮らしな。ワイも苦しいんやで。まず精神科行け。自立支援医療や。宿主が丸沼で帰省したれ。働けば解決。ニートに依存する親もいるんやな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートは親と喧嘩して家出してしまった結果、行くところねえなぁ。ただの散歩定期。3日目や。ニートからホームレスにジョブチェンジ。ええなそれも。うちに来いよ。入れないけど。行きたくねえよ汚そうだし。そのまま働け。働きたくねえか。
相手がお前の重要性に気づいて、頭下げて頼む帰ってきてくれって言うまで頑張れ。こっちから折れたら負けだぞ。頑張れ。とりあえず一週間は粘るか。相手が、ごめんやっぱりお前は大事なやつだったんだ。ニートでもいいからうちにいてくれ。って言ってくるまで一切連絡もするな。でも行くところないしな。生ポ受給する段取りしてやろうか。3月。これは痛快。親もせいせいしてるのでは。何歳？24です。情けなくないのか？自分と同い年の安大卒だったら働いてる年だぞ。お前は何してんの？親と喧嘩して家で？中学生かよ。俺はニートしてる。どこに寝泊まりしてんの？金ないから公園。俺が生ポで牛させてやるぞ。欲しいわ。喧嘩から逃げた雑魚なんだからさっさと謝ってこいよ。3日目以降はどうなったんや？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。この時間まで起きてるのは正真正銘ガチのニート。もちろんこれから昼まで寝るよな。はい。23歳、学生です。6時くらいに寝て夕方くらいに起きる。当たり前だろ。ほかほかの布団でスマホいじって温まるのが至福。マジで連休明けの社畜さんは頑張ってください。さっき起きたからこれから買い物行ってくるところ。1ヶ月有給取った。やあお休み。昼まで起きてババアの作った昼飯食って寝るを。今起きた俺は？は？夕方まで寝るだろ。マジで最近眠れんのだけど、心臓バクバクで、多分母親が原因か。母親に恋したの？ストレスだよ。マジで家族のせいでニートから抜け出せない。あいつら俺に気を使わなさすぎだろ。マジでゆうちゃんみたいに事件起こすぞこら。家族がお前にどうして欲しいかうすうす気づいてんだろ。こんな時間に寝るわけないだろ。昼の10時以降には寝る。27歳学生です。この時間しかお丸にできないよ。7時半ぐらいまで起きて夕方6時くらいに起きる。寝すぎだろ。俺は今ぐらいの時間から12時くらいだな。ガチのニートは1ヶ月周期で昼夜逆転を繰り返す。これは愚問。社畜なので今起きました。22歳 F ラン中タイム職です。6時から13時まで寝る。朝10時頃に寝て夜6時過ぎに起きてる。完璧に昼夜逆転だ。お前俺もうめちゃくちゃだわ。仕事あるのに早期覚醒でもうダメだ。限界。甘から荷物届くからそれまで起きてる。細けいことはいいんだよ。この時間に寝るとなぜか15時に起きる。22時に寝れば7時にすっきり目が覚めるのにこの差は何なんだろう。ヨーロッパ住んでるんで。27の引きこもりだけど昼夜逆転が治らない。今年中には社会復帰したよ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は家族に見捨てられたニートの一致の話を紹介するよ。家族が帰ってこなくてワイ涙目。これどうしたらいいんや。いつ帰ってくるんや。捨てられたんやな。旅行？そのうち帰ってくるやろ。連絡は？旅行でも行ったのかと思ったんやが。もう5日目なんや。子立て？誰が帰ってこんの。一致は子供？嫁に捨てられたんやろ察し。40歳なんや。は？ニートか。40歳はニートやないで。捨てられたな。もう戻ってこんだろうな。子立てなの？子建てやな。やったやん。家が手に入ったぞ。家でやな。40歳のニートに愛想つかしたんやろ。終わったな。探してこいよ。おっやの会社に突。40歳のニート？親は定年だろ。まさか親の年金に寄生してるとか言わないよな。40歳ニートというパワーワード。とりあえず臭そう。近くは探したんか？家の外にずっと出てないな。ま？そりゃ家族も家でするわ。ネットは繋がるんやな。ワイも家族がニートやけど、このまま置いて逃げ出したいな。戸建てならお前だけの城が手に入ったやん。働けばいいだけやろ。友人とかおらんのか。家族以外で最後に話したのは5年前に家の庭に遊びに来た婿やな。さ、友達もおらんのか。ニートに友人なんかおらんやろ。アクティブなニートもおるで。冷蔵庫が空になるまでに戻ってきてほしいんやけど。まだそんなことを。もう戻らんって。いつまで待っとる気や。働けってことやで。捜索届とか出すべきか。別に事件とかやないやろ。ただ一致から逃げたかっただけやな。ニートから逃げ切れたのか。ニートが追い出されるんじゃなくて、取り残されるのは新しいな。わろた。で、どうすんの？働けていき。マジレスすると、40じゃ仕事とかなくない？選ばなきゃあるだろ。選んでるからニートなんやろ。ゴミを捨てて逃げたんか。もう二度と帰ってこないなこれは。家賃払ってもらってる間に、働けよ早く。なぜずっと家族が家にいると思った？本当に出て行ったんか？急にこんなんひどすぎるやろ。お前より親の方が辛いやろ。だよな。定年して仕事も辞めたのに、子供はこの一致やろ。捨てられたってそろそろ認めろよ。そのうちネットも止まるんやない。働けと言われたことは。こんなのに何を言っても無駄。置いてくのが一番。みんな結構厳しいんやな。
ニートは追い出されたら生活できる自信なし。40ニートとか、家族の一人として数えれんわ。完全にお荷物だよな。でも40はひどくないか？30代で追い出せばなんとかなったかもしれんが。一人では何もできんわよ。置いて、本当にいなくなったんか？そう言ってるだろ。まだ置いてかれたことに気づいてないんか？どれだけ親に寄生してるんだよ。10代ならまだわかるが、40代。現実を見ろよ。甘やかした親にも責任はあるな。ないやろ。40歳やで。20代くらいまでやろ、親の責任とか言えるの。で、働く気は？これ親に捨てられたんなら、生子もらえるんか？現状やろ。働けよ。もうどうしようもないんやろ。丸ぬしかないな。丸ぬのは怖くてできん。日本ってニート多くない？精神的に弱いやつが多いんやろ。ブラック会社とかもあるしな。リッチはいつからニート？大学中退してそれからずっとやな。大学に入れてもらったのに、一人来たら。両親以外に家族は？弟がおったが、高校からほとんど口聞いてないな。就職して家を出て行ったきりや。弟すぐに逃げててくさ。両親を置いて逃げたな。そりゃ残ってたら帰省されるもん。親が丸んだら弟に帰省すんのか？連絡先もわからん。くさ。そりゃな。これからの計画は？まだ家を出ないの？貯金とかある？貯金はほとんどない。これからどうするの？丸ぬの？お金置いといてくれんかったんか？ネットや電気が繋がっとるだけでも感謝やろ。確かに。まあいつまでかわからんがな。ネットや水が止まったらどうするん？リッチはそんなこと考えてなさそう。危機感が足りないよな。わい、ニートやけど他人事。お前も働け。明日は我が身と思いつつ、今日もいつも通りの生活を送るわい。ニートってなんでこんな危機感がないの？ずっと置いてもらえると思ってるからやろ。だから置いてくしかないんだろうな。働けばいいだけだろ。連れ立てしてる暇があるなら働け。リッチは資格とか持ってる？ないやろ、高卒やし。中退？資格 A 検くらい。 A 検 GOEIC でもなく A 検4級とかやろ。4級は小学生でも取れるで。免許もないんか？免許もない。免許はまあ都会ならいらんかも。田舎やコンビニくらいなら働けるやろ。工場に来るか？料理は作れる？チャーハンとかなら。いっち、それ料理やない。こうだと思ったわ。両親とか60代だろ？マジで帰省中だよな。今頃、両親は優雅に夕食食べとるで。帰ってこないやろな。来るわけないだろ。そのうちお腹すいたんやが、ってすれ立てしてそう。働かんと手遅れになるぞ。仕事探してこい。ニートは気楽でいいよな。一気から逃げれたのか。40代ニートなんか買う気しないもんな。両親の英断。本当にどうしたらいいんや。ネットとか本当に止まるんか？そりゃ遅かれ早かれ止まるやろ。止まるな。すれ立てできるのも今のうちやで。スマホ代くらい稼げよ。食費とスマホ代。あと家賃も止まるかも。住み込みの仕事を探せ。この後、リッチはどうなったんやろうな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。俺ニートなんだけど、ある日突然家から家族全員が出て行った。もともとは妹と母と父と俺で一軒家に住んでて、妹とは俺が小さい頃から、中学生の頃くらいまでは結構仲良かった。ちなみに年齢は3歳違う。それで俺が中学を卒業して、ニートになってからはだんだん接点がなくなってきた。ニートになった最初の頃は、俺が引きこもってたから自然と会わなくなって、でもたまに会えば会話はしてた。俺は部屋にこもって、昼間に寝て、夜中に起きて、ご飯食べて、また部屋に戻ることが多かったから、あんまり会わなかった。それであんまり会わないから、会話もしないようになってきて。もっと時間が経ったら、たまに会っても何にも喋らないようになってた。それで、もう妹とも母とも父とも喋らないようになってた。そんなある日に突然、家具とかだけ残してテレビとか電話とかがなくなってた。焦って印鑑とか通帳とか財布とか、妹の部屋とか覗いたけど、重要そうなものはほとんどなくなってた。ちなみに置き手紙とかはなかった。家に残されてたのは、タンスとか布団とか冷蔵庫とか洗濯機とか。これが起こったのはある日突然だったけど、もしかしたらこういうこともあるかもしれないっていうのは、ニートになった一番最初の頃にいろいろ考えてたからさ。引きこもりの俺だけ置いてみんな出て行った。っていうのはすぐわかった。俺はまず、もういなくなった家族を探しても、どうしようもないと思った。次にこの家は自由に使えるのかって考えた。で、もしかしたら、家も売られちゃってるかもしれないと思って。2、3日家でドキドキしながらいつも通りに生活した。なんかセールスみたいなのは来たけど、家の様子を見に来たっていう感じの人は来なかったから。まだ不安だったけど、とりあえず家は自由に使えるって自分に言い聞かせた。今わかるから書くけど、ちなみにこの家は実際ニートの俺にくれたらしい。でもそれからの大体1年くらいの一人暮らしが丸ぬかと思った。
最初の様子見の2、3日も合わせて、最初の5日ぐらいはいつも通りに生活できた。どうにかしなきゃと思ってたけど、うだうだといつも通りの生活してた。部屋に引きこもって本読んだり、ゲームしたりパソコンやったり、電気もネットも繋がってた。早く成仏しろよ。もうずっと大丈夫なんじゃないかなって思った。でも、まず、いつも通りに服とかタオルとか使ってたら、洗濯済みのタオルがなくなった。服も残り少なくなった。でも洗濯機はあったし、水道も電気もこの頃はあったから、洗濯機の近くに置いてある洗剤を適当に入れて洗濯機を回して、ちょっとほっといて終わったら2階のベランダに全部干した。俺は夜露とか雨とかどうでもいいから、ずっと干しっぱなしで、使う時に取って使って、また洗濯して干すって方法を、電気が止まるまでは繰り返した。雨で洗濯物が濡れちゃったりしても、気にしないで濡れたまま来た。それでそれより先に問題になったのは食べ物だった。冷蔵庫があって電気もあったから、腐るってことはなかったけど腐る前に食べきった。冷蔵庫の中身は大体10日で、米とか海苔とか乾物みたいなのも、細々と食べて20日ぐらいで全部なくなった。ちなみに食べ物を全部食べ終わる頃には、ネット回線も止まってた。それからはもう家には食べ物もお金もないから、どうしようってことになった。俺は小さい頃に家族で伸びる鳥したことを一番最初に思い出した。思い出してとりあえずそれを探しに行こうと思って、とりあえず外に出た。昔取った場所あたりを探したら、簡単に見つかったから、探し回って大量に抜いて持って帰って、味噌とか醤油とか塩とか、調味料はあったから味噌つけて食べた。若干旬を過ぎてたっぽくて、なんか硬くて味も臭くてまずかった。家をニートにくれてやるとか金持ちだな。でもそれしか食べるものがないかもしれないと思って。綺麗に洗って大変になった時に全部食べるために、葉っぱも茎も本体も全部冷蔵庫に入れた。でもそれだけじゃ安心できないから、他に食べられそうなものってないかなって考えた。中学生の頃にやってた釣りを思い出して、物置に釣り道具がないか見に行ったら奥の方にあった。ルアーフィッシングとかじゃなくて、ただ竿の先に糸つけて貼り付けて餌つけて、打ち付けて重りつけて垂らすやつ。餌は釣り場所の土を掘れば、ミミズがいるからいらなかった。一匹釣れば、それを解体して餌にしたりしても釣れた。しかもその釣り場って、カメとかでっかいカエルとかザリガニとかもいて、結構食べられそうなのが、いっぱいいるのも思い出して、ドキドキしながら急いで行った。自転車で行った、自転車も残ってた。自転車は俺の小遣いで買ったパパチャリ。妹の自転車はなくなってた。釣り竿を自転車のフレームの間に斜めに挟んで行った。釣り場所っていうのは整備されたところと、整備されてないところがある池みたいなところで。昔はカブトムシを探しに来てクワガタを取って帰ったりもした。掘り返してミミズを3匹くらい捕まえて、竿と糸と針を用意してミミズを突き刺して、前に釣れたことがある場所に行って投げ入れた。しばらくすると浮きが沈んでた。前からほっといても釣れるような甘い釣りだった。引っ張ると意外と重くて大物かなって思うんだけど、上げてみるとそうでもない小さいブルーギルだった。でもこれは釣れると思って、ミミズを大量に集めていっぱい釣った。合計で15匹くらい釣れた。これぐらいでいいか、と思って家に帰った。で、どうやって料理しようって考えた。とりあえず油で揚げてカリカリにすればどんな部分でも食べられるだろうし。火を通せば寄生虫とかも大丈夫かなって考えた。母が置いて行ってた使いかけの油を再利用した。ドボドボ入れてしばらく火にかけて温度上げた。で、適当に洗ったブルーギルを最初1匹入れた。予想してた通り油がすごい勢いで跳ねたから、次は注意しながら何匹か入れた。で、一杯まで入れてしばらく念入りに揚げて、7匹くらい出来上がった。試しに食べてみたけどなんか苦くてまずい。でもしょうがないから我慢して、1匹全部食べてみると、身の方は割と美味しいってことが分かった。なんかどうも皮とか、皮から滲み出てる汁が苦いみたい。内臓もまずいかはっきりとは分からないから、次は適当に皮剥いで内臓も取った。綺麗に取れないからだいぶぐちゃぐちゃになったけど、それを揚げて食べたら最初よりはいい味になってた。これはこれでいいんだなって思って、それからブルーギルは皮を剥いで、内臓を取って食べるようにした。それから数日はブルーギル取ってきて、まずいのビルとかも食べて割と整った生活してたけど、でも電気が止まった。前の日寝て起きたら電気が使えなくなってた。すぐにもう洗濯はできないと思って、使った服とかタオルを洗濯するのをやめて、使った服タオルは洗わないで、直接ベランダに干すっていう方法に変えた。どうしてもダメな場合は水で洗った。水はまだしばらく出てた。電気がつかないから、夜はトイレも行きづらかった。普通、懐中電灯を使うらしいし、懐中電灯も確かどっかにあったような気もするけど、面倒くさくて庭に出て穴掘ってそこにした。真っ暗でも外だとトイレに行くよりは楽だった。それからちょっとの間、ガスは使えてたんだけどしばらくするとガスも止まった。ブルーギルが焼けないのはかなり困るから、焚き火で一気に焼いて溜めた。
焚き火は通報されるかもしれないってことは知ってたから、人気のないところで人気のない時間にこっそり焼いたり、庭でチンマイ火で焼いたり、たまにどうしようもなくて家の中で焚き火したりしてすごく煙くなったりした。でも家はもう誰もいないから何も言われなかった。ちなみにライター使って新聞紙、トイレットペーパーと、あとその辺に落ちてる木の棒で燃やした。それから何週間かするともうブルーギルと伸びるだけじゃ飽きてきちゃって、どうしようかなって考えたら、釣り場にいたカメが食べたくなった。カメをひっくり返して固定して、あの甲羅を直接火で炙ったら、そのまま鍋になるんじゃないかなって思った。すぐ池に行ってカメ探したら日光浴してるのとか、水中いるのが見えるのとか、息継ぎに来てるのとか、いろいろいた。俺はカメだと釣るの面倒くさいと思って、海パンとゴーグルと、釣った魚を取るのに使ってた網を持って、めちゃくちゃ汚い池に入った。入ってからカメを取る前に、水底に物がいろいろ落ちてて足が痛いことに気づいた。一度上がって靴履いて、靴紐を強く締めてまた入った。ガボガボして動きがたかったけどしょうがなかった。カメは近づくと結構、素早く逃げるんだけど、しばらくやってると2匹取れた。とりあえず1匹焼いてみた。そのまま焼いたんだけどかなり食べづらい。首の小さい穴から肉をちぎり取って食べるしかない。ある程度、雑に食べて食べられる味だって確認はできたから捨てた。寄生虫とかいそうなもんだが大丈夫なんか？バイトしろよ。次のもう一匹は、缶切りで腹の方の甲羅を雑に剥がした。なんかすぐ内臓があった。ブルーギルの経験から、内臓は食べられないってことは分かってたから、捨てて水で洗った。内臓を捨てたらかなり量が少なくなったけど、焼いて食べたらブルーギルよりうまかった。それからしばらくはその釣り場とか、他の釣り場とか探し回ってカメばっかり食べてた。で、飽きたらまたブルーギル食べたりカメ食べたり。あとそのうち毒じゃない草なら何でも食べるようになった。確認方法はまず手にこすりつけて、異常がなければ口に入れてみる。口も異常がなければ飲み込む。飲み込んでしばらくして異常がなければ、その草は食べられるから、まずくても食べた。で、そのうち水も止まった。水が止まるときは確認に来るって思ってたけど、誰も来なかった。もう家は水も電気もガスも使えなかったから、単なる休憩場所になってて、外にいる時間がかなり長くなってた。水はそこら辺の公園とか、面倒くさければ池の水を使ったりしてた。水を運ぶのは自転車があってもだいぶ面倒くさかった。重いし揺れるしそれに量があんまり運べない。家にあった空きペットボトルを何本も使った。こんな感じに書いてるけど実際はかなり辛かった。税金とかそういうのは全くわからないけど、とりあえず自活は必死になってなんとかできてた。病気になったりもしなかった。そんな風になんとか生きてる状態の時で、リビングで焚き火してる時に妹が帰ってきた。亀捕まえてないで働けよ。脳みそ原始人並みだな。これができるのになぜ働かん。妹は手を軽く上げながら、会って行ってきた。久しぶりに見た妹が、だいぶ綺麗な格好してるように見えて、キラキラして見えた。俺の周りにあるのが、あんまり洗わないで干してるだけの服とか煙家とか、泥でびちゃびちゃの廊下とかだからさ。普通に生活してる妹の格好がかなり綺麗に見えた。妹は、イッチ、だよね。何やってんの？って聞いてきた。俺は怒りとかじゃなくて悲しくなって泣きながら、とか言ってしゃがみ込んだ。ちなみにこの、おーっていうのは、お前のせいでこうなってんだろ。っていう系統の言葉の最初の、お、なんだけど、それだけじゃ言えない、お前のせいでこうなってんだろ。お前らが俺を置いて出て行ったから、俺はこんな辛い思いして、普通のことも普通にできないで苦しんでんだろ。なんで俺を置いて出てったんだよ。お前俺の苦しみも知らないでなんでそんなこと言うの？っていうような気持ちが整理できなくて、泣き崩れた。泣いてるから妹の方は見えないんだけど、妹は、なんとかするから、って言ってもっかい、なんとかするから、って言ってどっか行った。俺は泣いたまま寝っ転がって、泣き終わったら天井見ながらぼーっとしてた。マジっち。そしたら妹がまた入ってきて、とりあえず食べ物と飲み物、買ってきたから、って言って俺の頭の近くに置いた。俺は顔見られるのが恥ずかしいからうつ伏せになって隠した。あと、って言ってちょっとして、これ、これでお風呂行って、コインランドリー行ってきて、って言ってきた。うつ伏せをやめて妹の方見たら、2000円差し出してた。残ったらあげるから、行ってきてよ。って言ってきた。風呂には行きたかったし、洗濯もしたかったし金もすごく欲しかったから、素直に言われた通りにした。さすがにその状態のまま、風呂に行くのは気が引けたから、まず公園で水を浴びて適当に汚れを落として、コインランドリーで洗濯をして、その綺麗な服を着て風呂に行った。でも風呂入ってる最中に、なんで妹は戻ってきたんだろって思った。そんで終わって家に帰ったら家が片付いてた。妹がせっせと片付けて掃除してた。あのイッチ。って言ってきた。俺が妹の方見ると、家事とかお金とかあげるからさ、変なこともうやめてよね。
って言った。それからは妹に最低限の生活をさせてもらってる。話してみたら、妹はさすがに人一人を無責任に放り出しておきたくなかった。けど母と父はそうしたいって言ってるから、俺のために二人を説得する気まではないってこと。だから父母に内緒で、こっそり来て家事やって金くれて、それで帰ってく。役場に行けばいいのに。この長文はモノ本のそれやな。やべえな。働けよという野望はなしだからな。まず雇ってくれないだろ。働かずに釣りするっていう、ガチ引きこもりの発想にかわいそうになった。すがすがしいクズで夜食がうまいわ。ただのニートではないな。サバイバル能力が高すぎる。そっち関連の才能があるんだろう。こいつ生まれる時代間違えただろ。太鼓なら狩猟で体調張れるレベル。サバイバルニートはロタ。長い産業で。せっかく縁切りして縁切れてたのに両親も妹もかわいそう。妹も結婚できないだろうな。こんなのが家族にいるんじゃ。いきなりはさすがに人道的にありえないだろ。兄は妹がいてよかったなと思う。親がとにかく無責任すぎるわ。親が何もしないで逃げ出した結果、妹が苦労してんじゃんか。これは親が最低だわ。問題を避けて現実逃避してるだけじゃん。その分負担が妹に言ってるじゃん。そして兄は生まれる時代を間違えたな。古代に生まれてたらイケイケだったろうに。ほんと、ダラダラとグズニートすぎてイライラする。サバイバルったって、ただ耐えてるだけなのは、ちっとも偉くない。自分から行動を起こせよ。なりふり構わないで働き口を探せよ。妹がこいつを名前呼びなのも、こいつが兄と呼ばれるに値しないからだろ。そこまでサバイバルできるなら余裕でその辺で働けるやろ。成人超えたニートなんて自己責任だからな。ニートやってる方が、よっぽど自分に対して無責任なんだよ。親も腹に据えかねたってことだろ。ニート甘やかしてたって何も得ないんだから。世の中のニートに悩む親はみんな早くこうすべきだな。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は朝起きたらキャンプ場に一人だった、ニートのイッチの話を紹介するよ。家族でキャンプに来てたはずなんやが、朝起きたら誰もいないんを、待ってたら戻ってくる。よな、他のテントの家族は朝ごはん食べたり片付けしたりしてて辛い。家族はどこに行ったんや？ちょっとよくわからない。もっと説明しろよ。置いていかれただけだろ。お前に家族なんて本当にいたのか？わろた。糖質か。重症だな。糖質は草。石ころとかに話しかけたりするらしいよな。糖質。なるほど。じゃあ一気は。糖質やない。2泊3日でキャンプに来たんや。今日で2日目なんやが、朝起きたら一人んを。昨日の夜、バーベキューとかして、夜は星とか見て楽しかったのに冗談だよな。なんで誰もいないんや？無視しないでくれメンス。だから家族なんかいなかったって言ってるだろ。糖質オフ。マジレスすると置いていかれたな。嫌われてんじゃね？みんなひどすぎて草。置いていかれた以外に考えられん。何かしたんか？昨日喧嘩したとか。喧嘩とかしてない。夜中までうので遊んでたんやで。みんなでキャンプとか中学以来で楽しんでたのになんでなんや。戻ってくるよな。今何歳？29歳。ここの返事がないとおかしくなりそう。どうしたらいい？マジなんか？ネタやろ。だから糖質の相手をするなって。今どこ？状況を産業で。 Y ニート29歳。家族で楽しくキャンプ。翌朝起きたらもぬけの殻。辛い。ニート。山にニートを捨てたのか。キャンプ場にニートを捨てに行くとか。テント？バンガロー？荷物は？テント。テントは残ってて荷物がないんを。荷物がないとか先に言えよ。それ置いてかれてるだろ。荷物があるなら散歩。荷物がないならニートを捨てたんだろうな。やっぱり捨てられたんか。これは親が英断だな。イッチが捨てられててわろた。草。なるほど、ニートはこうやって捨てるんか。キャンプ場って家から遠いんか。もう帰るなってことやろ。増えた。29だろ。なんとかなるやろ。そのままサバイバル生活やな。そういうニートが前にいた気がするわ。テントがあるなら住むところはあるじゃないか。親から離れるいいチャンスやで。家なら働けるがキャンプ場があるような場所って働くところもなくない？マジレスしちゃダメよ。起きたら家族がいないとか。糖質。糖質の可能性は本当にないのか。本当だとしても糖質だとしてもどっちにしろわろた。家族でパッパの運転する車で来たんを。どうやって帰るんや？歩いてに決まってんだろ。所持金は？帰ってくるなって言われてるんやぞ。家に帰っても親はいないよ。こんな捨て方があるとは。斬新でわろた。まあ頑張れ。Y ニート34歳。震え上がる。家族揃ってのキャンプなんて中学ぶりやったのにな。はしゃいでたわいくん。昨日たくさん食べたんだろ。楽しんだんだろ。今日から一人でたくましく生きるんやで。他人事だから飯うま。それ2泊3日予定ならそのまま1泊すれば。
待ってたら帰ってくるんじゃね。家に荷物を取りに戻ったんだよ。半日待ってそのままならガチだな。神隠しか？最初から家族なんていなかったんや。家族と思ってたのは小枝だったとかない？ちょいちょい糖質を疑われててわろた。周りは探してみたんか？ドッキリだろ。リッチがニートだから悪い。普段なら働けって言うんやが、これはどうしたらいいんや？だから歩いて帰れよって言ってんじゃん。車で何時間かかかったんを。これリッチをこのまま放置したら何かの罪に問われたりするの？29だぞ。別にいいやろ。キャンプ場に来たらゴミは持って帰るのがルールやぞ。他の家族に合流したら？キャンプ場に置き去りは草。これマジなん？さすがにこれは親がひどいだろ。リッチが丸んだらどうするんだ？親も悩んだ末やろ。ていうかキャンプでうのして楽しいとか。29歳。中高生みたいやな。ニートの思考なんて高校生で止まってるんやで。ソースはわい。それわかるわ。そんなもんなんか？リッチはいつからニートしとるんや？高卒？大卒？ていうか置いていかれた気分は？夢なら覚めるといいな。お薬増やしておきますね。糖質定期。ほんと冗談じゃなくてさ、どうしたらいい？自分で考えろよ。そういうとこやぞ。置いていかれたんやろ？歩いて帰るしかないやん。キャンプ場に住み着く。連絡はしたんだよな。電話は起きてすぐした。誰も出ない。働けって言われるのが嫌で、ずっとおっやを避けてたんや。それが怒られるかと思ったらキャンプに誘われて、嬉しかったのにひどいよな。誰か迎えに行ってやれよ。ちょっとかわいそうになってきた。え、場所わからんし。ニートを買う趣味はないな。何県？山しかない県。捨てられたんやぞ。歩いて帰るくらいの気合見せたれ。歩いて帰ってこられても迷惑だろ。帰ってくるなってことだよな。丸寝ってことなんか？ニートの新しい捨て方。家から追い出すよりいいかもな。寝てる時にいなくなるとか。置いていかれてて草。まっまと仲のいい祝いは高みの見物。これ合法なんか？別にええやろ。成人済みやし。こういうの見てるとワイはまだ大丈夫やなと安心できる。家族とも仲良しニートやしな。働け。働くから許してくださいってメッセージ送ったら迎えに来てくれるんやない？とにかくいろいろ謝罪文を送ってみろ。もうそこで YouTuber になれよ。ガチなら歩いて帰るしかないよな。捨てられたのか、かわいそうに。犬を捨てるみたいな感じか。ニートを捨てる場所とかあったらいいのにな。きっと捨てられたんだろうな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート3年以上の猛者いる？不安とか憂鬱とか焦燥とか決まる燃料と、どう向き合ってる？年取るとともに加速していく。ちなニート8年。躁鬱、発達障害。いつも思うけどニート8年でもスマホは持ってんだな。親に買ってもらったのか？そんなもん全部無視しとるで。考えへんようにしろ。わかる。でもこうなったらニート長引いて破滅まっしぐらや。寝ると少し和らぐからずっと寝てる。ニートたちはすやすやタイムだろ。高校野球見てるぞ。休職してるふりと短期バイト混ぜると長く続くよ。そういうやつはそもそもニートに向いてないらしい。向き合ってないからニートなんやろ。みんな日中何しとんや。何も感じない最強 Y 君。叫ぶ。ニート歴10年の Y。不安というか5年後、10年後想像したらゾッとしたりしないか？煽りとかじゃなくて。すやすやタイム。パソコン買わねえと壊れちゃった。向き合う必要なんかねえよ。働けや。働くと障害年金もらえなくなるし。Y も躁鬱、ニートではない。10年無職。今日は買い出しの日や。大学の時単位取ってないし就活してないで、3、4年の2年間は不安と焦燥感でヤバかったわ。寝取りに没頭することで回避してたけど、布団入ってから寝るまでの数分ヤバかった。なんとか就職したけど、職場ガチャ失敗で、すぐニートなるやつよりはええやろ？まだ失敗してないんやし。毎日何してんだ？決まる燃料ってなんや？ニート何に難しい言葉知っとるやん。丸みたいという気持ちが頭から離れん状態や。働いたら消えるとも思わないが。ええな。ファイアズミワイもニート扱いでええか？ちな4年目。週数回のバイトでも働く方が楽だと思わないかい？親が資産ある程度ある場合はどういう扱いなんや？それは扱いは親が金持ちのニートじゃね？もうあんま使われなくなったけどネオニートって扱いになるんやない？勝ち組無職やろ。3年以上とかよほどの才能、環境に恵まれてないとできないやろ。学生時代からずるずるとニートになったら割と簡単に長期間続けられる。外出る気力が湧かない。Y は予定通りに行動できるか不安でシフトとかも入れられんから無理や。会社もきつい。働くと解放されるで。今年中にハロワに行こうと思ってはいる。親が金持ちなら無理せんでいいだろ。遺産で暮らせばいい。2年で限界だった。今日も精神科行くで。リワーク見学予約するわ。ウーバーやっとったけど結局普通の人たちの視線と劣等感が辛すぎてきつくなってやらなくなった。
どっちにしろ今は言うほど稼げないってのもあったが。焦れる奴はニートの才能ないやろ。ニートって結婚とかどうするの？もしかして恋愛とかしたことない？結婚したいと思わんな。シンプルに人と暮らすのが無理や。まずそのステージにすら上がれんから。雲の上状態。自分一人で精一杯。結婚なんてこと想像したこともないわ。架空のものやろ。ニート歴ちょうど3年やな。ちな朝からゲームやっとる生き生きニートや。真面目な話付き合えるんか？一生独身が不安で働いてるんやが、普通にニート戻るか悩んでる。戻っていいことないよ。ジマルとか言うとるやつ多いけど大半はフリーターになって家出てくんやろ。ジジイババアになってからのことなんか考えんようなのばっかりやからな。日中だるいしんどいんだか夜だと調子いいんだがどうにかならんか？夜はコンディション最高なのに日中は最悪だわ。わかるわ。夜の方が調子いい。頑張って昼間起きて外出ても普通の人たちのオーラで、ワイは今まで何年も何やってたんやろとか、いろいろ考えて辛くなってくる。お金はどうやりくりしてるんですか？親のすねかじってんのか？ほぼニートだけど独立して一人立ち仕掛けてるからなんか謎な存在になってるわ。お前らも時間だけあるニートならなんかすりゃよくね？どうせ丸ぬぞ。どうせ丸ぬなら何しても無意味じゃね？何する気力も起こらん。それにしっかり稼いで一人立ちしてるならニートちゃうやん。ニートしてると暇にならないのか？なるからその時間に英語とプログラミング勉強してる。それに加えて仕事の勉強するくらいの余裕あるくらい時間がある。親がいなくなったらどうするんや。絵を描いてるぞ。おかげで生きてられる。もう多分数年後丸んでそう。でもやっぱ怖くて生きてんだろうな。3年半ニートしてたけど今設計やっとる。貧乏癖は抜けないから自販機でジュース買うのもためらっちゃう。ジマルとかガチで追い込まれてるか覚悟ないとできんで。ニート時代首まるったけど想像以上に苦しくて失敗したわ。数秒で意識失う言われてるけどその数秒地獄や。卒業してからの2年半は仕事してたんだがな。人並みになれぬ焦りは感じたことはあるけど、親ガチャ外れと開き直れたわ。人生やり直してもあの親なら同じやって。小学生の頃に戻ってやり直したいとかいうやつ裏山やで。めっちゃわかる。なんかハッとしたわ。昔あれこれしておけばよかったって今になって思うけど、戻ったところでそのあれこれは親がやらせてくれへんのよな。確かにそれなら戻っても意味あらへんわ。ご飯食べて寝たら体力回復や。無気力ワイは最近映画見てるで。集中力いるし見終わったら達成感あるからええわ。マウントも取れるしな。ニート歴4年の26歳大学中退後半生発達障害。障害年金2級の両親金持ちのニートや。ずっと月10冊以上ベースで本読んでたけど、意味ないことに気がついて虚無って最近はずっと寝てる。ここは希望あるニートだらけやな。ワイの居場所じゃなかったわほな。はよ丸みてぇな。無気力すぎて何も、できん。一致多分ニートに向いてないで。障害年金もらってるから正々堂々とニートしてる。ワイも、一応収入扱いやからな。ワイもニート7年目やわ。辛い。働いててこその休みっていうやつおるけど、ずっと休みの方が絶対ええに決まってるわ。お前らって近所歩くとき恥ずかしくないの？〇〇さんちの J 君、またフラフラしてたよ。小さい頃は優秀だったのにねー。ひそひそって噂になっとるで。自分の小さい頃知ってるご近所なんておらん。子供の頃から親子喧嘩夫婦喧嘩の怒号が毎日近所に聞こえるエアーの家の子ならさもありなんや。むしろ同情される。人生の空白期間合算したら3年くらいニート期間あるけどそれでもええか？そういう気持ちになる時もあるけど一晩寝たら忘れてる。ワイも1年働いて1年休むを繰り返してるからニートみたいなもんや。親が金持ちならニートしたい。親は借金持ち。ニート歴8年。暇で暇で仕方ないが働くのはもっと怖いのでニートやってる。お前らってガチでゴミなんだな。一般人様は頑張ってて偉いどすなー。働いてることは偉いということは働いてないことは偉くないというわけではない。大卒のニート歴7年のゴミワイの助言言うと、最初の会社選び重要や。ここでクソゴミ引くと終わる。親が金持ちのニートは全く心配いらない。資本主義のこの社会で勝ち組、あんまり親に金ないニートはいずれ働くことも考えんとな。転売で月5万ぐらい稼いでるからニートちゃうよな。厚労省のお役人様が認めるれっきとしたセリドリやね。ニートやないな。まさか新商品を買って転売じゃないやろな。いかに政府にダメージ与えられるかってのはあるわ。いろんな制度調べて活用するライフハックしてるが、それ以上に抜かれてるからな。活用せなあかん。もう使えるもんなんでも使うしかないわな。ほんと活用してよかったと思った制度があれば教えてくれたりせんか。楽な仕事して月100万くらい欲しい。うまいもん食って好きなところ出かけていろんなところ見たい。わかる。Y 障害年金2級組の見物。どんな生き方でもどうせ最後は丸抜ことに気づいてから頑張ることに意味ないやんってなった。
どうせ丸ぬんだったら丸ぬように生きるって選択肢もあるでよ。ニート3年ワイは来年から公務員。嘘ちゃうの？すごいやん。面接どうやって通過したんやろ。ニートも向き不向きあるからな。まあ、あと10年すれば親の介護で本当に働けなくなりそうやがな。お前らって宝くじウォーク当たったらどうする？自営業でもしちゃう？勉強していい大学入り直して大企業の下っ端になるかな。そんで嫌なことあったら辞めてその経歴でまた別の会社行くんや。ワイは既卒無職のまま引きこもってたけど25歳で初就職して32歳の今は工場の主任やで。3年くらい空白期間あってもまだなんとかなるもんや。3年以上となるとわからんけど。大卒がランク下げて高卒でも働けるとこに就職しただけやんけ。言うなればひもて男が発達障害の女に近づく理解ある彼くんと同じや。なんでこの時間に書き込めてるの？ちな完璧主義者ほどニートの素質あるで。今のニートやと YouTube あるから、あっという間に1年経って抜け出せないやろ。どうや？これはあるな。半年までは楽勝、1年経ったら飽きる。しかし1年経つともう抜け出せない。YouTube ずっと見てると、ケツが痛くなってきて地になった。長時間のデスクワークがそもそもできない体質だったから。長時間 YouTube を見ることもできずにさ、健康志向で生きるしかないって気づかされて毎日運動とか勉強とか高校生くらいの頃の感覚で生きてる。金ないから遠出もできないし楽しくはない。刑務所にいる感覚。ワイちょうど3年目や。パチスロとゲームしかやってないわ。もう34足積んでる。ワイの病気よりひどいプレッド症の人が就活してるっていう特集見てさ、みんな何かしらの障害抱えても働きたいんやなってなんか絶望してる。障害バトルで劣等感を覚えたらワイは、あいつは同情されたいから働きたいとか言ってるだけなんやって心に言い聞かせてるで。上のやつも下のやつも同じ土俵かそれ以下にしたらええ。そういう人たちも周りから言われてそうしてる場合あるからな。本心は就職がやーやーかもしれない。ワイ高校中退から9年ニートして最近バイト始めたで。12年経つけど向き合わずに逃げ続けてるだけや。何しても結果に大体想像つくというか夢中になったりワクワクするものがないんよな。最初に結果を求めるからやろ。両家は行動することに重きを置くからな。3年目は急に不安が来たので来年就活する模様。ワイの家はまあ間違いなく当たりガチャではなかったけど、教育に金入れようとしてくれたから親には感謝してるわ。月謝払えなくて個人塾の講師に追い出されたり、夏期講習代踏み倒してその塾行けなくなったりとかいろいろあったけど、大学出させてもらったくせに引きこもって働かない32の兄貴いるんやがどうすればええん。多分発達障害的な病気なんやろけど、病院行けば生活保護みたいのもらえるん？兄貴やなくて自分のことだろ。ニート辞めたければ懲役すればいいんじゃね。やっぱり週1、3時間だけでも働いてた方がええとは思う。本当に丸沼でやることがないよりは、1日だけでも予定が埋まってた方が精神的にごまかしがつくから気が楽になるで。34だけど太りすぎで就活できない。助けてくれ。何キロ？100キロ未満なら甘え。働いたら職場では割と栄養化されるし、真面目に働けるんやけど応募ができん。動画作ってみるとか文章書いてみるとかすると気が紛れる。ごちゃん眺めて一日終わった日は絶望しとる。わかる。中には本当に丸沼で遊んで暮らせるぐらい余裕のあるニートもいるしな。長年ニートで今まで何回も危険やったりしたけどおすすめはしないんを。マジで親ガチャって言ってるやついるんやな。わいは風呂入ってるから風呂出て買い物行くわ。お前らも一日に一回は日の光を浴びろ。やむぞ。親金持ちでニートやってるけど、どうすればええかな？最近働かないとあかんと思うんやけど、働いても低賃金だから働く意味ないって思っちゃうんや。金あるならどうもしなくてええよ。のんびりゲームしたり温泉行ったりしてればええ。栄一郎と同じ末路にならんように両親には毎日感謝と謝罪をしとけ。生活保護障害年金もらってるなら賞味勝ち組やろ。日本は弱者切り捨てはしないから。親が年金生活になったら PC やゲームなんか買えなくなるからその前になんとかするしかない。いざとなったら生ポでええやろと思っとるから気楽。ワイもこう思ってたんやが、兄弟いたらもらえないみたいなの見かけて不安になっとる。父親が早めに丸んで、今母親が父親の遺族年金もらってるけど、母親が亡くなるの早かったら遺族年金もらえるんかな？母親には認知症にならなければ長生きしていいから遺族年金だけはくれメンス。ニートになって一人行動しかしなくなったから働くことより人付き合いの方が辛い。そもそも愛は血液疾患でそろそろ丸主。向き合ってないからニートなんやろ。生ポは貯金あったらなれないんだっけ？それはイエス。使い切ってからだな。面接が怖すぎるんだよな。空白の時間絶対突っ込まれるやん。その時のこと考えるだけで冷や汗止まらん。これほんま怖い。国がお前はここで働けって言ってくれたらええのに。てかニートを固めた施設とかできないかな？
絶対に楽しいやろ。みんなで野球とかアニメの話でさ、老人ホームならぬ無職ホーム的な。あるよ。和歌山高にあった。生活保護申請できる行動力あるなら働けるだろ。弱者は入院からの生活保護ルートしかないわ。就活の面接の方がやべえよ。こいつら生ポで生かす価値あるのかどうかわからんわ。埋まるライナに行って壁になってもらう狂いしか使い道ないやろ。ワイは10年ニートやぞ。無職やろそれ。糖質診断されたけどほんまに糖質なんだかわからん。言葉流れてはくるけど聞こえたり見えたりはせん。中国でも寝そべり族が流行っとるしな。焦る必要はないんや。A 一郎も親が金持ちなんやから焦る必要ないのに焦って B 丸とかするから。事務次官のコネで就職先確保した時点で満足やわ。もう10年超えてニートから無職になったわ。意外と生涯基礎年金の範囲内でも生活できるって分かったから精神的には安定しとるわ。ガチで病気で丸ぬかもしれないと吉星が丸髪に見えるんだよな。それと美味しいものを食べられることがこんな幸せなこととは気がつかなかった。一致30年やろ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。